お母さん、俺は生きとったぞ。よかった。生きとった。よかった。生きて帰ってこれた俺。普通に逆。すっごい心配しとってんよ。マジで俺逆走死んだわ、でも。あんたのことやっぱ大好きねん。大事やってすごい痛感した。嘘。うん。いつもなんか出てき出てき言っとくけど、やっぱ出てってほしくないやろ。りょうがおらんかったらママ生きてけん。ありがとう、いつも。ただ一つ問題があれ。なんや？今日の動画の10分18秒に、うん、女の人の声が入っとるん。こと。なるほどな。お前。こと。なるほどな。どう思うぞ、これ。頭が良すぎん。引き返さなきゃ。引き返したら。こと。なるほどな。お前、怖いか、これ。頭が良すぎん。いや、俺怖い。いや、あ、そういうこと。なるほどな。そういうこと。なるほどな。だから行くなっつってんって、どうやった？行ってみて。やっぱ夜とか行ったらダメやって。でも、大島ってすごいパワースポットにもなっとるげんて。そう、普通に観光スポットね。すっごい綺麗なとこやん。すんげえ綺麗ね、夕方とかは。うん、だから、昼間行けって。昼間行ったらすっげえいい場所ねんけど、やっぱ夜行ったら危ない。幽霊とか、どうとかじゃなくて危ないやろ、あんなところ。で、山一周するのに1時間10分ぐらいかかってん。あろこと。なるほどな。ほんとや。聞こえる。やっぱこれ聞こえる。聞こえるやろ。女の人のうめき声や。宇田先輩が帰りになんか女の声聞こえたとかなんかヒーって展望台のところで聞こえたみたいに撮ってんで。同じ声かな。多分同じ声やと思うや。絶対やから、この家にもう幽霊また来とるかもしれん。ほんとごめん。今日お前言う、昼間ここで寝とったら金縛りになってん。どんな？普通にどんな感じで？うってなって。どうしたん？なって、子供の笑い声が聞こえた。でも子供はあそこでさ、自害しんやろ。大人やろ、だって。そんな話やもいいんじゃない？そんな、もうやめよ。金輪際、その、心霊スポット行かんとこ。あんま悪ふざけにそんなしたらダメやって。そういえば、会社の社長言っとってんけど、うん、あの、電話ボックスのシーンの動画あったいね。あったね。あそこで、最後の方にあんたの電話ボックス入っとるところの上の方に顔映っとったって。女の人の。どれ？ここに顔映っとらん？どこに顔が見える？これ顔、目。全くわからん、俺には。なんで？顔や、これ全部顔。三つの点があったら人間って顔に見えてしまうんじゃないの？わからん、私も。怖い。いやだ、もうやだ、女の子じゃない。女の子だ、全部顔に見える。これもここ覗いとらんに見えん、顔。誰か。ここから。これ。ああ。顔覗いとる感じしん？こっち見とる感じしん？あ、それね。で、あとこれは？本当に顔に見えるね、これ。ここも顔にあるがに見えるし。量はどこにおるがん？じゃあ俺はこの電話ボックスの中におるはずなのに、なんか見えんくない？もうやめんけん。ふざけるのやめよ。多分こういう話しとったら霊寄ってくれん。もうやめよ、やめよ。もういい、やめて、やめて、もういい、やめた。これ消すよ。私消すよ、これ。待って、そのソファの下なんか。ねえ、やめて。もうやめて、まあ、もうやめて、まあ。ああ。怖いよ。何やって。自分で覗けよ。お前最低やな。ちょっと。ねえ。ねえ、なんかその、そのソファーの下わかる？わからん。そのソファーの下のあの線あるやん、この線。何やって。目みたいに見えてんけど俺今。あっそう。あっそう、もうやめ、もうどうどら。え、なんて？もういい。ねえ、目みたいに見えんだ今。お目目でいそう。ちょっとハイになってますけど、めっちゃ怖がってます。ちょっとやめて。もういいって、もう最悪やお前。ねえ、やめて。なんでこんな迷惑かばっかり。せっかく帰ってきてホッとしたに、なんかまたガクってきた。何？もう見ようまい。なんか見えた。ねえ、てかね、でも。やめてな。嘘やろ、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 嘘やろ。ねえ、もうやめてな。どこに見えた？黒に見える、さっきから。どれ？なんかあんたのことばっかりそうしやって。もうどこ、誰か、どれ？え、全くわからん。何をしとるの。ふざけたらダメやって。だからもうやめて、お願い。ちょっと待って、落ち着こう一回。マイク、どこに見えた？だから、どこに見えた？本気で言っとる？もうやめて、お願い、やめて。どんなの見えたん？俺も目見えて今。もうやめてって。もういい、落ち着けって。で、またこれ出すやろ。だいたい出さんから落ち着こう。だから怒らんとしたら使えるとこなくなるから。お願い、勘弁して。お願い、消して。お願いやから。ちょちょ、ママ、じゃあ喋らんでいい？どうしたん？どこに見えたん？説明して。うっさい、眠る今。びっくりした。どうしたん？幽霊で見えてんて今。見えてんて。またそんな嘘ネタ、もうやめとけって。やめとけって。うちのはダメねんて。だからお前、ええな、言っとくけど、今後何やっても俺知らんじゃん。知らんよ、本当に。誰や、あのとこ行った。去年のニュースタタのレベルじゃなくなるよ。おい、お前、今度命なくなるよ。知らんよ。お前、タマとかやばいぞ。言っとくけど、俺タマには言ったけど。なんでふざけるの、もうやめろって、やめろ。お前、あんなとこ行ったら誰ねんぞ、お前。知らんねえよ、お前。そんなもん、動画にしてどうすらん、大体において。いい加減にしとれって。
もうやめないよ。やめとけ。だから昨日の動画に映っとってんだよ。映っとったの、ツイートで見たわよ。心霊系絶対ダメやって。もうやめとけって。伸ばしすぎ。1、2、3って。わかった。か、そういうの抜きにして、かけられるの来るやろ。うん、まぁ、あ、ドバーッと置いていけ。まぁ、あ、まぁ、あ、それ信じる信じんお前ら知り合い。あいつらでももう4日間はこう。あんた行ったことあるの？俺、避けたって若い頃。なんで避けたん？例があるもん。何？そう、友達行こうってなったん。うん。友達みんな行こうって言ったけど、俺行かんって言って。あなただけ行かんだ。俺が忠告したんや。絶対ダメや、ダメやし、ここだけって言って。歌分かったよっちゅう言い通りにするわって言って。いや、ほんとにこのカメラ回すなって、動画せんでいいって。もう今やめて、今消せ。消します。消さねえたらもう一生で。消します。クリアしてきた、もう空気が悪い。どこが空気悪いの？悪い。もうダメ。これガチガチで。意味が分からん。どの空気が悪いの？じゃあ聞こえ。来い。お前には分からん。どの空気が悪いんか言ってみ。俺はあなたたちの言ってる意味があんま分からんけん。俺霊感ないから。妹とか父親みたいにないから。待ってくれ。どう霊感があるの？霊感って感じで、もう、あ、やばいやばい。本当にやばい。どういうこと？今後、様子を見て、うん、あの、お前らエスポも、うん、様子を見て、何かあればお払いすぐ行け。金払って。うん。うん、お金払ってよ。あ、ちゃんと霊媒師に。でも俺も2年前行って。ちゃんと電話して霊媒師呼ばんな、うち。あ、神社じゃダメなんや。ダメ、神社ダメ。あ、白山さんとかダメな。ダメ。あの、ちゃんとした霊媒師とか。もういいって、もうこのネタやめとけって言ったらやろいね。すごいな。車の中忘れ物してんもうあのお母さんも幽霊怖がってめっちゃ怒ってます。迷惑ねえって。迷惑ですか、すみません。あのお父さんと妹だけ霊感があるんで、俺とお母さんは見えないんですよ。全部お前死ぬかもしれんぞ。夜の後ろなんかおるよ。え？ママがおる。よかった。儚い壁にぶつかっても拍手。次の日の昼です。妹が落ち着いたので絵で描いてくれるそうです。見たものを。こういう感じのがいっぱい浮き出とった。目の前に、うん、幽霊じゃないよそれは。何やじゃ幻覚じゃないのただの。なんでそんな大きいの。鉄棒するときに出るあの目の錯覚みたいな。いやあれじゃない。まあいいわかるもん。今まで出たことないようなやつ。